シャルル2世は、西フランク王。カロリング朝西フランク王国の初代国王である。後に、カール2世として、ローマ皇帝を兼ねた。特等王のシャルルと呼ばれる。ルートビヒ1世と2番目のヒューディトの子で、ロタール1世、アキテーヌ王ピーピン1世、フランク王ルートビヒ2世の異母帝にあたる。823年6月13日、フランクフルトアムマインに生まれた。 840年に、ルートビヒ一世が没すると、フランク王国では、ロタール一世、ルートビヒ二世、そしてシャルル二世の三兄弟による領土をめぐっての争いが起こった。842年、ルートビヒ二世との間で、対ロタール一世のストラスブールの誓いにより同盟を組んだ。翌四十三年に三兄弟は、王国の領土をそれぞれ分割することで統治することと、 なった。ロタール一世はフランク王国中部と皇帝くらい、ルートビヒ二世は東フランク王国、そしてシャルル二世は西フランク王国という具合である。これがベルダン条約である。しかし、国内の貴族勢力の統制に苦しみ、さらにノルマン人の信仰に苦しめられて、その知性は多難を極めた。当地の初期には845年に、 ブルターニュ公のみの絵によって建国された、ブルトン軍に、バロンの戦いで敗れ、851年に再び、ジャングランの戦いで、ブルターニュ公、エリスポエ軍に敗れ、ブルターニュの独立を承認した。869年、兄のロタール1世のこのロタール2世が死去すると、シャルル2世は、同年9月9日、メッツのステファノス教会で、ロタリンギア王として退官された。 しかし、その翌年、東フランク王ルートビヒ2世が、ロタリンギアに対する相続権を主張したため、シャルル2世は、東フランク王ルートビヒ2世と、再び領土交渉を行い、870年に、ロタリンギアを中心とした兄の医療を分割し、ロートリンゲン西部とプロバンスを獲得した。兄の意地で、ロタール2世の後を継いだ、ルートビヒ2世には、 イタリアの領有と皇帝位のみを認めている。これをメルセン条約という。こうして、ここに、現在のフランス、イタリア、ドイツの元が作られたのである。そして875年、皇帝ルートビヒ2世が死ぬと、すかさず、イタリアに侵攻して、同地を併合し、教皇ヨハネス8世の指示を得て、同年クリスマスの日に皇帝カール2世として、大官を受けた。 876年、兄の東フランク王ルートビヒ2世が死去した。医療は、兄の三つ子に分割相続されることが決定していたが、シャルル2世は、この機に、領土拡大を目論み、アーヘン、ケルンと侵攻した。しかし、同年10月8日、ルートビヒ3世を中心とした、つ子の連合軍にアンデルナ派の戦いで敗北した。翌877年、 反対勢力の鎮圧のため、イタリアに入ったものの、追いの東フランク王カールマンの大軍がアルプスを越え、近づいてきたため撤退したが、その帰国の途中、10月6日サボアで死去した。54歳没。あと、このルイ2世が継いだ。シャルル2世のあだ名は皮肉として使われたものであって、実情を表してはいないとされる。というのは、彼は、実際には剥げておらず、 むしろ毛深かったというのである。この説は、シャルル2世に敵対する者の,のうちに、この誹謗の対象にしやすい特徴について言及した者がいないという事実によって支持される。しかし、シャルル2世の提心で発言が、よく記録に残っている者の,の中に、彼が毛深かったといった者がいるということもない。そして、フランク王の系譜は、記述を869年から始めており、 皮肉の跡など見当たらない書き物であるが、この書では、シャルル二世を、ゲリラス・コルーズイコール、シャルル特等王と呼んでいる。確かに十世紀終わりまでに、ランスのリシエやシャバンヌのアデマールが彼を真面目な文章で、シャルル特等王と呼んでいる。もう一つの解釈として、シャルルが初め領土を書いていたことに基づいた、とするものがある。ハゲはこの場合、兄が複王となっても、 しばらくの間、彼が領土を持っていなかったことを冗談めかして言っていることになる。842年、オルレアン・ハクウードの娘エルマントルド・ドルレアンと結婚、9人の子女がいる。870年、ビエンヌ・ハクボソの妹リシルド・ド・プロヴァンスと結婚、成人した一女がいる。ありがとうございます。